今日は皆さんに日本のお風呂を紹介していきたいと思います。実際に外国のお風呂と日本のお風呂っていうのはもう completely different になっています。なので今回は私の家のお風呂ツアーをしながら日本のお風呂の特徴を10個皆さんにご紹介していきたいと思います。それでは Let's get started。 まず特徴一つ目はお風呂とトイレが別の場所にあることです。外国だとシャワールームとトイレって同じ部屋の中に入ってると思うんですけど、日本はトイレとお風呂が別の場所にあります。そして2つ目は日本人は毎日シャワーを浴びてお風呂に入ります。私が外国に行った時に友達に会ったら昨日お風呂入ってないんだよねとか、結構薬局とかに行くとこうシャワーを浴びなくてもいいこういうスプレーとか売ってるんですけど、日本は絶対に毎日お風呂に入る習慣があります。そして3つ目はシャワーを浴びるときに必ずこの椅子に座ってシャワーを浴びます。外国のお風呂でとこう立ちながら頭を洗ったりすると思うんですけど、日本人はこんな感じで椅子に座ってシャワーを持って頭をこんな感じで洗ったり、体をこれでゴシ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 したりしています。そして4つ目は日本ではお湯や水を限りなく使うことができます。ヨーロッパに留学した時にお湯を使えるのは15分までなので10分でシャワー浴びてきてねっていう風に言われていました。日本はお湯はずっと出し続けることができるので30分シャワーを浴びても40分シャワーを浴びてもお湯をずっとずっと使うことができます。そして5つ目なんですけど、必ず鏡がついています。私これ海外に行ってすごいびっくりしたんですけど、日本のお風呂には必ず鏡がついてるので、こう体洗う時はですねこう鏡を見ながら洗ったり、顔洗う時も鏡を見ながら洗ったりしています。で6つ目になるんですけど、6つ目は日本人は体や頭をきれいに洗ってから必ずお風呂に入ります。最初からお風呂に入るっていう習慣はあまりないです。きれいに体を洗ってからお風呂に入ってねっていう風に小さい時からお母さんに言われていました。そして7つ目はこのお風呂のお水を家族でシェアします。私の家族は4人家族なので4人がお風呂に溜まっている水をシェアするので、お母さんは体をきれいに洗ってから入ってねっていう風に言っていたんだと思います。そして8つ目なんですけど、このお風呂に長い間浸かります。お風呂に浸かることによって血行が良くなったり美肌効果があるっていう風に言われているので、特に女性なんかはこう雑誌とか本とかを持ってきて30分とか1時間とか使っているのがすごく特徴的です。で9つ目なんですけど、実はお風呂の中でカラオケをよくします。そうやってこうシャワー浴びながら歌を歌うんですよね。 Make you happy I want 笑ってほしい Happy happy みたいな感じで、中がこう密接になって声が響くのでカラオケを楽しんでいます。そして最後はこんな感じで浴内乾燥機がついています。この天井のこれから風が出て服を乾かすことができます。日本は雨が降る日も多くてですね、こういう機能がお風呂についているところが多いです。はい、日本のお風呂いかがでしたか？ぜひ日本に来る機会があれば日本のお風呂もチャレンジしてみるのもすっごい楽しいと思うので、ぜひ来てください。最後まで見ていただきありがとうございました。
Twitter、Instagram フォローお願いします。サブスクライブ、いいねお願いします。それでは See you on the next video。